はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、ちょっと時間空けちゃったなぁ。ちょっと時間空けちゃったから正直覚えてないんだけど、あれだよな、なんか、前じゃないわ、あかねちゃんが、その時、事故があった時の光景を思い浮かべて、で、なこれおかしいんじゃないのって言ってたの覚えてんだけど、何をしたか覚えてないんだよな。そしたらその人を突き飛ばした気がします。その時また外心光って太陽君見たの。確かに太陽君、もうこれ聞いたな。あ、これあれか。前回この証言聞き切って終わったのか。で、まだ揺さぶるとかしてないのかな多分。そんな気がするわ。犯人というと、青影城のことですね。多分、そうだと思います。多分。影しか見えなかったから。検事局の記録にも残っている。事件の直前の停電がな。それであとは。久々だな、ちょっとわかんねえ。1週間ぐらい開けちゃったかな。なぜそんな危険なこと。だって、私見たんです。犯人がナイフを振り上げて刺そうとしているところ。彼女は当然ナイフを持っている方が青影だと思っていた。しかし、折れた剣を持っていたのは左衛門刑事の方だった。そんなこと私知らなかったから、犯人に突き飛ばされた時思ったんです。あの人を助けなくっちゃって。まだ今んとこ出てこないな。気がしたというのは、私あの時もう夢中でした。だからよく覚えてないんです、自分が何をしたのか。ほんの数秒の間に命を狙われ、次の一瞬殺人の現場を目撃した。無理もないだろう。犯人がナイフを振り下ろそうとしているのが分かったの。とにかくナイフの人を止めようと思ったんです。尊敬すべき勇敢な行動です。そしてどうなったのですか。なんか全部ふわっと終わるな。ここら辺か。間違いないんですか。だってほら、この絵にも書いてあるじゃないですか。しかし、この怪物を生み出したのは刑事課の課長なのだ。しかもそれは今年に入ってからのことで、2年前にはまだ存在しなかった。それは間違いないのだが、まあ温めていた可能性はない、あるけどね。ワンチャンね。私も警察に行ってびっくりしました。まあ、多分何かと何かが重なってそう見えたんだろうな。どこかで見たことがある。ずっとそう思っていたんです。やっと思い出しました。やれやれ、ほんと厄介なマスコットだな。一体現場のどこで彼は踊っていたんですかな。ここ怪しいよな。影ということは、この不敵な微笑みを浮かべた顔は見ていないんですね。はい、でも今も覚えています。あの3本の不気味な角。こんな議論は無駄だ。2年前まだ存在しなかった以上、見間違いに過ぎぬ。え、確かに見間違いかもしれません。しかし問題なのはその原因です。それならば弁護人には心当たりがあるというのか。この影の正体に。雷の光が一瞬を切り取って目に焼き付けた。あかねちゃんが目撃した太陽君の正体とは。あるか。局長なんか持ってない。あんたしか怪しくないんやって。これじゃないもんな。いや、これも違うよな。というか、太陽君が太陽君すぎんだよな、あの画像の。画像が太陽君すぎんだよな。太陽君に寄せすぎてんだよな、写真が。これでもワンチャンあるけどね、ワンチャン。ワンチャンあるけど、これ。あれ?ちょっと?こうやって見れば?あれ?これは、こ
これ来たでしょ。この角度から見たらもうあれだもんね、ギリいけるもんな。心当たりがあります。この絵が描かれた時、描かれた時太陽君は存在しなかった。でも彼女は実際にこの影を見たんだ。2年前のあの日、あのオフィスで一つだけ太陽君の形に見えたものが存在した。それが弁護側の主張です。なるほどさん。それでは弁護人に示していただきましょう。一体あの日、あの瞬間、証人は何を見たのか。何ですか。まあおそらくね、まあ、商業的というか、まあ普通に考えても、まあこれ結構近いから合ってると思うんだよ。頼むよ、体力少ないからね。太陽君の正体はこいつです。この画像で見るとね、そうでもないんだけどね。何ですかな、一体。おそらく壺でしょう。なんとなくはっきりしませんが。でもなるほどさん、形が全然違いますよ。確かにこのままではただの壺です。しかし見方を変えたらどうでしょうか。見方、壺の正しい見方を。これですよ。あれ逆か。あれこれさ、あ、これか。あれ違うな。あれどうすればいいんだろう。どうすれば逆に見えるねえ。どうすれば綺麗に見える。これでも上がって垂れ下がってるもんな。あ、これ逆か。なんかちょっと微妙に違うな。いや、まあこれでもいいんだろうけどさ微妙にちげえな。なんかあれ、どうすればいいんだ。こう、これでいいかな。許してもらえるかな、これで。どう、これダメ。これなんとなく察してくんないかな。みんな察してくれよ、頼むよ察するゲームだから、これ。いや、俺こっちの方がいいかな。いや、これ察してよね、みんな。察してくれ、頼む、察してくれ、頼む。違う、もう少しそれっぽく見えるはずだ。あ、角度ね。なるほどね。オッケー。ダメ、これじゃダメね。オッケー。角度。いや、これ、むずくない？角度？いや、でも、こんなん絶対でもさ、こうでしょ。こうじゃなくて、綺麗に映んないもんな、形的に、そもそも。これじゃだって見ないしね。これでも、これダメなんでしょ。これでダメなんだちゃんと合わせろって言われてもな。あ、こういうことか。いや、違うよな、これだと行き過ぎだもんな。こういうことか。え、これむずくない？これむずくない？これどこで判定終わんのでこれダメなんでしょ。ってことは逆側を向いて、まあ、逆側の方が平らだからな。一旦これって見ていく。いや、どっちかっていうと頂点があれだから、こうしとくか。どうよ。え、ダメ？これでもダメ？いいじゃん、それっぽく見えたらよくない？もん今回この壺であるんですということをさ、伝えればいいんでしょ。別に、まあこれだったらわからないでもないですねって言われればさ、勝ちじゃない？そんななんか追求する必要ある？これ個人の感性の問題じゃない、こんなの。ちょっと待ってちょっと飛ばすか。あ、意外とこんな感じか。意外とこんな感じじゃない？これじゃない？意外とこれとこんなもんじゃない？もっとか。いやこれ限界でしょ。こんなもんじゃない？いや、ダメ。太陽くんじゃん、ほぼ太陽くんじゃん、これ。今のだよな、絶対今の方が一番ぽいもんな。ってことは、いや、違うな。
こうすることで角度がつくんだよ。ちょっとこの横のやつが曲がって見えるから、あ、いや、ここぐらいまで行くか。いや、これ来たでしょ。これ来てるでしょ。わかるよね。これわかるよな。太陽くんでしょ。いや、ほぼ太陽くんじゃん、こんなの。太陽くんじゃん。おい、カプコン許してよ、もう。カプコンいいじゃん、カプコンもういいじゃん、これ太陽くんじゃん。なにこれ。いや、もう絶対これなんだよ。絶対これなんだけどさ、もうこれ感性じゃんこれもう個人の感想です、なっちゃうと。こんなの、あ、これかな。あ、これかもな。これじゃない。逆にこれか。はあ、もうこれでいいじゃん。いや、もうこれダメ。もうググるぞお前。おい、よくない、これもう太陽くんじゃん。ダメこれ、太陽くんじゃん。これ行き過ぎだもんな。これ太陽くんじゃん。これいいんじゃない。これ結構合致してない、これ多分。これこの図で見たら行ったっしょ。はい、長い長い。いかがですか、奇跡としか言いようがありませんが、これは確かにいい形だった。今のは誰がどう見てもこれは太陽くんですマツコ、お前が主人公なのか。そんなバカなことが。静粛に。確かに認めなければならないようです。事件当日現場に現れた太陽くんの正体。サーカスまがいの曲芸楽しませてもらったよ、弁護人。しかし、だからなんだというのか。どういうことですか。怪物の正体は壺だった。それが分かったところで何も変わらないではないか。それは違うよ、水力源氏。太陽君の正体がこの壺だった。それによって事件はまるっきり変わってしまう。面白い。では伺うとしようか。犯行の瞬間、証人は壺を見た。それによって変わるもの。全然なんかもう流してたわ証人は壺を見た。それによって変わるもの。犯人が変わる。凶器じゃないの。じゃあ犯人は別変わんないよな。だって別に壺持ってるからっつって、まあ凶器は変わるんじゃないの。ダメかな。一つずつ考えていきましょう。犯行の瞬間、証人はこの壺を目撃しました。確かに。しかも極めて特殊な角度でだ。ではそれを見ることができた場所はどこでしょうか。全部振り返るんだ。場所、事件当時壺が置かれていた場所は写真が物語っています。ガント局長のオフィスの棚の上。バカだ。死体は宝月智恵のデスク付近で発見されたはずだ。証人もそう証言しているではないか。ちっちっちだよ。だからこそなんだよ。だからこそこの壺が移動されたってことなんでしょ。つまり2年前、青影と左衛門検事が格闘したのは智恵さんのオフィスではない。部屋の反対側のガント局長のオフィスだったんです。あ、そういうことあ、壺を持ってきたわけじゃなくて、そういうこと。犯人がわざわざ死体を移動させたというのかな。ガント開示のオフィスから光月智恵のオフィスへと。そうなりますね。一体何のためだ。何の意味もない。その通り。は、何の意味もなければそんな面倒なことはしません。だからそこには理由があったはずです。弁護人にはその理由が分かるんですか。どうやらやっと見えてきた。
ごめん、俺は見えてきてない。なぜ巴さんがあれほど審理を中断させようとしたか。しかしここまで来たら行けるとこまで行くしかない。証言を思い出してください。証人はナイフを振りかざした人物を突き飛ばしました。一瞬後、壺が跳ね飛ばされて宙を飛んでいる。その衝撃の原因、一体何だったのでしょう。それは当然、突き飛ばされた人物が壁に打ち付けられたショックでは。それではもう一度写真を見てください。うん。壺が置かれた棚の方へ突き飛ばされたとしたら、そこには何があるでしょう。甲冑？あ、ナイフありますね。あ、うっかり刺さったみたいな、そういうことかな。さて、証人突き飛ばされた人物は折れた剣を持っていました。つまり剣侍賞を手にした左衛門剣侍だったと考えられます。ってことは、あかねちゃんがなんていうの、その殺意はなかったけど、うっかり自己的に殺しちゃったってことかな。まさか貴様。そうなんです。ここにもう一つの可能性が浮かび上がってきてしまう。もう一つの。もちろん証人自身は知らなかったんでしょう。しかし、言葉に出せない。まあいるもんな、目の前に。私が左衛門さんを殺したのってなっちゃうからな。どうしたんですか、弁護人。今提示された状況を考えれば、その意味は明らかだ。あの瞬間、大月茜が突き飛ばしたのが左衛門直人検事だったのならば、ってなるよな。初めて駒送り見たな。おっと、凍りついてますね。大丈夫か。私が、左衛門さんが死んだのは私のせい。きゃあ、どうした。やっぱね、まあ、どんな理由であれね、やっぱ人を殺してしまったというか、人を殺すことになったっていうのはね、やっぱショックでかいからな。ましてやこの子はね、中学生だっけ。被害者の命を奪ったのは証人自身だった。そしてそれを立証したのも証人自身。まさに前代未聞です。あ、まあ殺意はなかったからな。今になって何を言い出すのですか。申し訳ありません。でも状況を考えると、左衛門刑事を殺害したのはあの青影嬢なのです。妹が、茜がその罪を着せられるなんて何その顔。皮肉なことだな。2年前捏造があった。それを認めたのはあなた自身だ。左衛門刑事の死体が移動させられたのは、大月茜の犯行をかばうためだったわけだろうか。くだらないおしゃべりはもうやめて。そこまで言うならば、私は証拠の提示を求めます。妹が左衛門刑事を殺害した、その決定的な証拠。証拠ですか。今さら証明できるはずがないでしょうけどね。確かに証拠による立証は難しいでしょうな。証拠がダメならば証言しかないだろう。残念ですけれど、それも無理みたいね。事件の当事者は全員すでに死んでしまっているのですから。は、今となっては死者に証言を求めることはできない。やっぱり無茶な推理だったのか。あ、助け舟か。やれやれ。そうなればもちろん残る可能性は一つしかない。はっ、まだあるのか可能性が。それは一体。死者がすでにメッセージを残しているという可能性だ。
幸か不幸か左衛門検事は即死ではなかった。自らの命を絶った人物の名前を残したかもしれぬ。何らかの方法で。でも左衛門もさ、茜ちゃんに飛ばされたって分かってないんじゃないの、真っ暗だったら。そんな馬鹿げた、ありえないわ。弁護人、これが最後の可能性です。死者のメッセージ、そのようなものが存在するのか。もう一度法廷記録をよく思い出してみるんだ。でもツボンじゃないこれじゃあ。ねえ、ツボか、死んだ時のやつでしょ。ほおずきあかねの指紋。いやーでもないまあ、あるんだろうけど、あるんだろうけどさ、なかったら。でもなかった、壺のこれしかなくない？これだけであかねちゃんかどうかってわかんないよな。今まで結構、でもなんか書こうとしてるよな。いや、これ提示するか、やっぱ結構はっきり書いてるもんな。名前、残したかもしれない名前は。メッセージ、我々は既に手にしています。なるほど、弁護士。そこまでしたあなたは、妹を殺人者にしたいのですか？誤解してもらっては困るな、首席検事殿。はっ、我々は宝月茜に罪を着せようとしているのではない。分かっているはずだ。我々の仕事はただ一つ、真実を見つけ出す。それがどんなに辛いものであってもだ。弁護人、証拠の提示を求めます。いや、これダメージ食らうじゃん。ちょっと待ってよ。でも残した感あるのはこれしかないよな。まあ、これはだってあれだもんな、死者じゃないもんな。これをじゃあ皆さんで解読しましょうという思いのもと突きつけます。死者からのメッセージです。あ、これはいけるな多分。先ほどの太陽君ですね。彼が犯人の名を語るということかしら。その怪物に言葉があるもん。いや、これもう失敗くせえ。ああ、みんなこれが壺に見えなくなっているみたいだな。メッセージは残されていました。この壺の表面に。ということですかな？この壺にはかすかに血の跡が残っています。どうやら誰かに拭き取られたようにも見えるが。しかし、欠片の一部だけはなぜか血は拭き取られずに残っています。確かに明らかに血で書かれた線があります。つまりこういうことか。これらの点はかつては線だった。そんな消し方でできるかそんな綺麗な消し方できる線だけ消すって無理でしょう。何者かが点も消せよ。じゃあ点も消してくるよ。ちゃんと拭い去ろうとしたようだが、線が折れる部分だけは壺に深く染み込んでしまったのだろう。ああ、まあそうだね。まあ確かに習字とかでもあれだもんな、羽とかするとき一回止めてからピーンっていくもんな。そういうことか。濃くなってんのか。死者のメッセージが浮かび上がってくるはずです。来るのです。なんてことを。弁護人、被害者はどんなメッセージを我々に残していたんですか？それはこの血痕が語ってくれるでしょう。点と点をつないで文字を作るんだ。あの状況で被害者が書き残すとすれば、それは一つ、犯人の名前しかないはずだ。え？一つ前に戻る。お、つなげますね。え、これでも、まあ、ここはこうだろう。あ、血がついてる。すげえ血がついてるよ。これは
でも、あかねちゃんだよな。ただこれも怪しいよな。これもいけるんじゃない？これどうしよう。ただ向きを考えると、何書こうとしてんだこれ。あかねちゃんに寄せてみようか。あかねちゃんに寄せたらどういう字が思い浮かべる。いやこれ、むずくない？これでも、これでもこことこう繋がりそうだよな。こう繋がりそうじゃない？繋がんない。あ、それ繋がんないんだヒントくれてるわ。繋がんないやつは繋がんないわ。あ、でもこれ、これ繋いでもでも何も出てこないっしょ。そんなねえ、あ、でも繋げなくなってるわ。一方向にしか書けねえ。いやでもいやでもでもよ、でもいやこれだ。 M 出てきた、 M が出てきた。いやこれ、どうしよう、どうすればいい。これどうぞ。これつなげるやつ限られてもねえないやこれは時間かかる。ただこれでも法定記録にあるってことは何かしらのヒントがあるんだよな。巴左衛門直人、人物ファイルか。茜城。で関東開示。これ向き大事だと思うんだよな。何につながるか分かんないんだよな。ただこれとこれは多分こうなんだけど、ちょっとやっていくか。ちょっとこれいけるんじゃないか。これおいおい、これ重くせ寄せに行くけど、これいけんじゃないか。これ茜かけんじゃない。これ茜かけそうだよな。これ茜、違う、西、それ西、違う、いやもう違うって。ミス。ちょっと一回セーブしよう。まあいいや、ちょっと飛ばすか。でもあかん、絶対あかんなんだよね、これ。やっていこうか。で、これあかねでしょ。じゃあこれをさらに。これでも、どうこれ。寄せに行ってない？これ明らかに。これはこれで問題な気がするんだけど。寄せに行ってるよな。寄せに行くのは良くないよな。どうよ、これゲームオーバーになっちゃうから頼むよ。きた。いかがですか、こんなのが書けました。そうですな。ちょ、待って、先生。先生。どっか、いや、これ、セーブしてないって、もう、うぜえ。あかねじゃん、どう見ても先生。あかねなってんじゃん。もう、こう、もう体力死んじゃったから。いや、あかねだったって。おい、じじてめえ。どこ見てんの、あかねじゃん、今、綺麗なあかねだったよな。どう見ても。やり直し。いや、これでいいよな。もう帰ってきたけど、長々と。草冠、西だよな。草冠、西。裁判長、いかがでしょうか。あ、来た。ちょっと変な繋ぎ方してたのか、最後、西の、あの左の部分が。
依頼人の無実を立証するのが弁護士たちの任務だ。だから智也さんを救うことだけ考えてきた。その結果たどり着いた答えがこれなのか。あかね、ドドン、あかね。これが左衛門検事が残した最後の言葉というわけか。なんか一旦切ろうかな。なんかお姉ちゃん諦めてなんか喋らないかな。そうよ、よくたどり着いたわね、つって話し始めたら終われるな。なんということでしょう。テレテン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 、あんなに汚かった殺意はなかった。しかし結果的に被害者の命を奪ったのは大月あかねさんだったのです。なんか持ってんじゃ、気がしてんのか。だから言ったでしょ、みつるぎちゃん。来たー。ガント局長。いや、これ一旦切ろうか。ちょっと切りないわ。よし、ここ一旦切ろう。じゃあ、あざした。